なんか今日徳島新聞で記載されてたんですけど、ボンカレーがギネス認定らしいですよ。いつもありがとうございます。オソボンバー徳島のパンブギンです。本日も特訓バトルやっていくんですけども、何のギネス認定なのかちょっと分かんないんだけど、まあおめでとうございます。はい。で、まあボンカレーとは全く関係ないこのセル完全体、まあ、使っていくんですよ。そう、待てないんですよね。待てない、極限まで待てない。うん。で、極限が約束されてます。もうぶっ壊れキャラになります。で、前回の動画、極限性能先行公開の動画出てますんで、見てなかったらぜひ見てください。はい。で、あれ、あ、俺銀のスキル玉つけてない。うん。で、もうリンクマークスで準備は整ってますわ。準備は整ってます。はい。まあ、今日はウォーミングアップ的な、まあ、そんな感じ。まあ、極限来た体で使っていく。で、久しぶりに、ちょっと目覚める恐怖セルマックスの人工生命体ミッション、ちょっとやっていこうかなと思います。ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まあ、勝ても負けても動画にするわ、これは。うん。まあ、そうする。で、リーダー、これ1号な。うん。人工生命体170やわ。うん。で、リンクマックスで無突やけどね。2号欲しかったけどね。で、人造人間16号。うん。まあまあ、これ、そうですね。うん、強いですね。語彙力ごめんね。で、行動後はしっかりガードしてくれるこのフェルファイター17号。で、大乱戦報酬メタルクーラー軍団。うん。言えてた？メタルクーラー軍団ね。うん。で、セル第1形態。まあ、こいつがね、ちょっとこれになりたいわけや。最終戦で。うん。で、フレンドサイン一つかな。うん。ありがとう。よし、行こう。レッツゴー。ボンカレーギネス認定か。すごいな。で、あれやで。そう。あと何だった？そう、いろんな YouTuber さんがなんか、どしどし YouTube やめていってるけど。もう、オワコンなのかね？ YouTube も。どうなんですか？どうなってるんですか？ YouTube。ねえ。俺も頑張っていかないかん。頑張っていかないかんねん。最近伸び悪いけどね。まあ、それはいざ仕方ない。ね。さあ、このガンマ1号を温めていきたいですね、序盤で。ほんま、2号連れてっていい。2号をフレンドさんに借りてもよかったんだけど。そうするとメタルクーラー軍団がリーダースキル発動しないんだわね。うん。まあこれはガード4やね、これ16号ね。で、ごはんちゃんの極限もまあ来るわけですわ。うん。なので、この変身条件がどう出るかですよね。うん、緩くしてほしいよね。マジで、変身条件を。で、変身してもめちゃめちゃ強いから、だから長期戦で使う場合は最終戦で変身みたいな。まあ、そんな感じで、まあ、やっていきたいよね。うん。え、これ、ここでいいんかな？うん。ここでいいっていうことにしといて。あ、まあいいか。うん、え、あ、うん。まあいいか。そう。うん。で、2戦目の全体攻撃も利用していきたいよね。セルマックスのね。そう。うん。ほな、ガンマ1号が温まっていくから。で、4ターン目か、これぐらいに、あれあれ。最終戦に突入したいわけですわ。まあいいや。うん。なんていうの？ 1 戦目、2戦目は大丈夫なのよ。セルマックスは3戦目から問題なの分かりますか？うん。全体攻撃来るじゃん？うん。どうなの？って。そう、そういうこと。で、ドッカーゲージもね、まあ、溜めていけたら、まあいいかなって思ってます。はい。で、全体攻撃、ほんで、地属性多いからよ。で、結構ね、食らうとき食らうのよね。めちゃめちゃ食らうのよ。うん。まあ、セル完全体、行動後ね、行動後、なんで結構ディフェンスしてくれるから、ディフェンスしてくれるからっていう言い方おかしい。防御してくれるからね。ああ。まあ、ここは大丈夫ね。ほらね、食らうでしょう。ああ、セル完全体いけるわ。うん、いけるわ。うん、そこは、うん、1戦目、2戦目のマキシマ前大丈夫なんだよ。そう。ここは大丈夫。うん、そう。うん。4ターン目で切りつけて、で5ターン目、いや、違うな。いや、次のターンで切りつけれるんかな、これ。そう、厳しくなってきたな。5ターンまでやからな、ガードしてくれるんが。ガンマ1号な。うん。セル完全体の、そうやね、HP 全回復も利用できたらしたいんだけど、まあ、現状ね、あれだわ。全回復したところでね、うん。ちょっと、興味、この高難易度イベントには適しないパッシブをお持ちになってるから。まあ、それもどうなんかねっつう話ですわ。うん。で、こう言って、そんで、セルがさ、完全体になったら回避もしてくれるから、もうそれにも期待よね。うん。いや、ヘルファイター3枠目でよかったんかな。ところで。ところで、ところで。まあ、それはいいやろ。うん。
ちょっと僕、あんまり 次のターンまで持ち越しやめていただきたいんだけどね。熱い劇ありがたいですね。さすが一卒さん。さすがフレンドさんやで。ありがとう。さあ、問題はここから3戦目は、最終戦。問題は。もう問題はこっからやね。5ターン目、5ターンまでよね。いけるよね、まだね。お、やった、いいやつがない。最高。5ターンまでよね、ガードしてくれの。あ、4ターンの間。4ターンの間。今何ターン目 ?5 ターン目。もうあかんやん。あかんやん。あかんやん。そう、4ターン目でここ来ないかのか。そうか。やられたな。やられてしまった。マキシマも飛んでくるよね、絶対に。絶対飛んでくるよね。そうだよね。絶対飛んでくるよね。まあまあまあ。16号で受け入れたりする？いや、4ターン目でここ来ないかんのよな。4ターン目でここ来ないかんのな。まあまあ、それはしかないな。うん。通常攻撃はいけるんだよね。マキシマムがダメなのよ。あ、マキシマムが飛んでこない。やばい。やばい。これ、でもね、運悪かったら2回目のマキシマムも飛んでくるからね。もうそれが嫌やわ。ほんまに。ダブルマキシマムはやれてもらってね。うん。さあ、新聞配達の終わりにね、ちょっと今の、あれ、撮影してるから、もうさっさとね、撮影終わらさないと本職に遅刻するの。もういつも通りよね。いつも通り。うん、いつも通りやわ。もう段取りはできてるけどね。うん。あれ？マキシマが飛んでこない。珍しない？珍しない？え、珍しないこれ。珍しいって言うてここで飛んでくるんだろ？飛んでくるんだろうな。そんな甘ないわな。ですよね。いや、これ、受けれんか？無理か？無理か？おー、ギリギリ！しかも返していこういいね。最高じゃん。で、セル完全体。パークセルになっていく。で、ギュポギュポもしていこう。え、いい感じやん。そうそう、これ理想よ。これよ。これが人工生命体ミッションの面白さ。な、そういうことです。お、いいやつかけてくるやん。ずうずうしいやん。ほなな。いやー、これでもな、こう行きたいよな。いや、こう行きたいよな。いや、でも回避してくれるかよ。回避するよね。自身の回避の発動確率回避 35% やろ。必殺技&自身の回避とは回避。わー、これどうする？どうする？回避期待する？先頭使わずして。ちょっと、いっちゃおうか。いっちゃう？いっちゃう？いっちゃおうか。3つ。ちょっとまあ、1か8かやるね。まあ、俺の1か8かは大体バチやけどな。まあ、ちょっと行ってみるね。今行ってみようや。な。あ、食らうね。ああ、食らうね。食らうな。やっぱりな。やっぱりの。食らうよな。あ、これはこれ動画にしよっか。な。おーい、食らうな。食らうよね。あとセル、そうやな。3枠目のセルが回避してくれることを願いつつ、言うてガンマ1号のところで、ああ、ちゃうわ。マキシマも飛んでくるんだろうな。もうマキシマも飛んできたら終わりやな。うん。終わりですわ。うん。お、いけるな、いけるな。あと回避してくれることを願いつつ。まだ先頭使ってないで。先頭使ってないで。いけるで。おい、追撃。回避もしていただかないとちょっと。はいはい、ありがとう。回避をしない。回避しない。回避をしない。そういうとこやな。そういうとこやな。いや、でもあれ、でも通常攻撃だったらさ、いけたよな。いや、これ悔しいな。ちょっともう一回行こうかな。ぐだぐだなんやけど。ぐだぐだよ。ねえ、もう1秒めっちゃ削られてるし、5ターンかかってるし。もう最低、最低やわ。最低。よし、どうしよう。どうしようかな。どういったもん、マキシマムは絶対飛んでくるんですよ、まあ。マキシマムは絶対飛んでくるんだけど。うん。まあまあまあ、先使うよね。これ、どうなんかね。ダメージ軽減で50軽減。まあまあ、まあまあ、こういかなしゃあないの。うん。まあ、ガンマ1号で防げんのかな。いや、どうなんだろう。いや、飛んでくるよな。飛んでくるんだな。飛んでくるよね。マキシマムね。うん。通常攻撃いけるよね。うん。うん。飛んでくるよね。これをどう防げるかよね。結構防げたっけ？あ、いけるじゃん。いけるやん。よかった。やった。ただ、あと、
2回目のマキシマム飛んでころってもうてなんて、うん、もうこれで最後やで、これで最後にすっかな、うん、2回目のマキシマムはなしでよろしくお願いします。はい、で次のターン誰が来んの。あーなるほど、あこれ難しいな、やっぱこれ人工生命体ミッションバリバリ難しいんやけど。さあこれガンマ、俺のガンマ1号も温まってるからな、うん、2戦目の全体攻撃だいぶ温まりちぎってるからよ、うん、さあここでギュッポギュッポしていきましょう、うん、虹なんやけどな、回避もせえへん、追撃も回心も出せへんのやけど、どないなってんのかな、どないなってんのかね。でそうな、そうか、こういくか、いやこういくかな、こういこやこういこや、回避するやろ、回避するともうグダグダや、もうあかんで、うん、おう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 、いやーこれちょっと勝てねえな、この並びはダメなんだって、うん、ああうん、追撃は嬉しいけどこれはちょっときついな、行動後はいけるね、通常攻撃回避するのね、なるほどね、あなたも回避してくれたら嬉しいんだけどね、どうですか、もうこの流れで回避しようや、お飛んでけへんマキシマムが、珍しない珍しない、次のターンよね、問題は。おー、いいね、追撃。最高じゃん。で、返してや。返してや。返して。おい、追撃!900もやって。強いね。最高じゃん。返し。なんで?うわー!飛んでけへん珍しい。珍しい。珍しない。じゃあ、これは使うわ。これは使うわ。とりあえず、こいこか、こいこか、こいこや、な、なな、な、そうしよう、そうしよう。で、ドッカンゲージもたまりそうやん。いい感じやん、いい感じやん。いい感じやん。調子よくない?いいね、いいね。もう落とせや、ほんで。もう落としちぎってや。な。それか、回避するかどっちかやって。で、うまいこと HP 削ってくれたらよ、セル完全体が、パーフェクトセルになるわけであってですね、そう。急に純みたいなナレーションだったけど。全回復するわけで、北の国から知ってる人何おんのやつ話です。ね。はい、追撃、ありがとう。ありがとうございます。これ神回や。なあ。勝ったらの話な。うん。まあ、もう曲げても動画にするし、これ。うん。でも、マキシマム飛んでこんとか、まあ珍しいで。ねえ。ここで来るんか。お、けえへん。けえへんのやけど。けえへんやん。どうしたん?何があった?いや、ちょい通したいんやけど。どうした?珍しい。で、ドッカンゲージもたまらんのか。ドッカンゲージもたまらんのか。そうか。いや、これでも惜しいな。どっかでマキシマ飛んでくるんだろうな。337万。ちょい通したかったな。あ、さあ、あとワンゲージ。あ、倒すんじゃん、これ。倒すんじゃん。あ、倒したやんやったやったぜやった人工生命体ミッション。やったクリアできた。まあ、クリアしてるんだけど、俺は。クリアしてるんだけど。やった極限前にクリアできたんやけど。まあまあ、そんな感じで。なんかクリアできました。まあ、ぜひ、皆さんも、クリアしてない方、ぜひこの並びで。まあ、これが極限来るから、より一層、人工生命体ミッション、楽になるかと思いますんで、首を長くして待っときましょうというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。